皆さんこんにちは、公認会計士の小林裕司です。本日の動画は残高確認上の話なんですけれども、残高確認上を侮ってはダメですというお話をしたいと思います。残高確認上については別の動画でもお話をしたことがあるんですけれども、残高確認はまあ新人とか、まあ下っ端の1年目ですとか2年目が担当するケースが多いです。これはまあどの監査チームも同じというわけではないんですけれども、私が1年目に配属された監査チームは特に上下関係が厳しいクライアント、監査チームになりまして、残高確認上の担当というと普通は発送して回収する、コントロールシートを、完成させる、不備があった場合には再発送するといったような手続きがで済むことが多いんですけれども、そこに載っている全ての勘定科目と、回答ですよね、残高確認上の回答と残高確認のリファレンス、これも当然に新人の仕事だろうというふうになっているチームでした。私も最初それを知らされてなかったので、上司に他の人に聞くと、やっぱり普通に回収して、自分が担当している金融残高、金融機関の残高確認書ですよね、そういったところのリファレンスだけで終わってますよっていうことが多かったんですが、私がいたその監査チームは当然新人がやるべきだろうみたいな、言わなくても分かってんだろうみたいな感じだったので、ちょっとそのリファレンス、自分が担当している以外のところのリファレンスですね、そこはちょっと残っちゃったんですよね。今回その私がその今回お話しするケースでは、借入金が私ではない別の上司の担当だったんですね。で、金融機関の借入金の確認状っていうのはそんな難しくはないんですけれども、当時はですね、まだ監査調書が紙だったんですよね。で、紙の監査調書ということは、その上司の人が、借入金の勘定科目の資料とかを全部持ってるわけなんですよね。で、ある程度やっぱり終わるまではこう声かけにくいじゃないですか。私は現場で、ちょっと借入金リファレンスしたいんで見せてくださいって時に、例えばその上司も借入金だけではないので、他にいくつもやってるので、なんかお前せかしてんのかよみたいな感じで言われることが多いんですよね。だからもうちょっとそこは黙ってて、監査終盤になってきた時に、リファレンスしましょうかっていうような感じで、リファレンスをするというような感じでした。で、たまたまその上司の仕事のこうやりくりの関係で、その担当している勘定科目が結構、ギリギリだったんですよね、終わったのが。で、現場にずっといるわけじゃないので、この期間また現場でやって、残りはこう、事務所に監査調書を全部引き上げて、夜事務所で作業するっていうようなスケジュールにもなっていましたので、事務所でその残高確認のリファレンスをしてたんですね。で、上司たちも、そんな間違ってることねえやみたいな感じでやってたんですけれども、ですごい多いんですよ、そのクライアントの確認書の枚数が。一つの取引に対しても何十枚ぐらいの、確かあれは金利スワップとかでしたかね、そのスワップ関係の確認状がすごい金融機関から の回答が来まして、それはやっぱりこう時間取らないとできなかったので、日曜日にやってたんですよね、ちょっと休日出勤して残高確認リファレンスのために。それでこう、ある項目についてこうリファレンスをしてたんですけれども、どう考えてもつながらないんですよね。クライアントが作ってきている資料の、いわゆる項目がありまして、そこと金融機関からの項目がどうしても一致しないんですよね。で、ただ上司は、その科目は私の担当じゃないので、上司の科目なので、これ、どっちがやるべきなんですかねっていうようなところがあったんですよね。確認上の担当者としては、単にリファレンスして、差異がありますよ、違いますよって言った時に、じゃあお前が確認しろよみたいな感じで、勘定科目担当してないし、担当者も全然知らないのに、こう、仕事振られるんですよね。で、これちょっと困るなっていう感じで、しかも日曜日だし、上司も連絡出ないし、メール、送っとくかというかですね、メールは上司に送ったんですよね。で、結果論なんですけれども、そのクライアントが出してきている、毎年作ってきている、その項目の金額と、金融機関が、把握している科目ですね、そのプラスマイナスが逆だったんですよね。もう過去からどうやって去年の人はリファレンスしたのかなってちょっと謎なんですけれども、結果的にそのプラスマイナスの差額集計した時に
そのいわゆる重要性の基準値、重要性の値というものは、まあ、超えていなかったので、まあ、監査庁は、まあ、重要じゃないということで、まあ、流れるという言い方変ですけれども、特に問題視はされなかったんですが、きっと皆さんにもそういうことがあると思うんですよね。要するに責任がわからないですよね。残高確認上の責任としてはあくまでもリファレンスをすると。リファレンスだけ間違っていた場合に、まあ、小規模なクライアントであればね、担当者ともこう顔が名前とか分かってますので、すぐ連絡してこれどうですかっていう感じでできるんですけれども、まあ、その上司が担当している科目をこう横から奪うっていうのはちょっと変ですし、やっぱりそれは私としてはその上司が担当した上司がその勘定科目については最後まで責任を取るべきだと思うんですが、まあ、なかなかそういうのが言いにくい雰囲気だったんですよね。まあ、以前お話ししましたけれども、アーサー・アンダーセンというかなりこう軍隊のような厳しい組織だったんですよね。要するにスタッフは兵隊だと、兵隊ソルジャーと呼ばれましたから、そこの担当のマネージャーに、まあ、新人歓迎会の時にお前らは戦士だと、当たって砕けるの精神でいけというような感じの、あ、これがこの監査法人なのか、あの面接の時とは全部雰囲気違うなっていう感じだったんですが、まあ、それはその監査チームによってのカラーがあるので、私が配属された監査チームがそういうようなカラーだったんですけれども、まあ、スタッフなんてソルジャーだから頑張るよみたいな、そういう感じでしたね。まあ、要するに、まあ、兵隊として駒使いだったわけなんですよね。まあ、だからそういったところで、まあ、そういう確認上の担当についても当然スタッフがやるんだろうみたいな感じで割り当てられていたような状況です。で、本日のまとめとしてお話ししたいのは、残高確認上というのは監査論でもやっていたと思いますけれども、基礎的なんですけれども非常に重要な監査手続きなんですね。で、一部上場企業だからといって間違いがほとんどないんですけれども、やっぱり向こうも間違えることがあるんですね。まあ、そういったところの間違いの発見がこの確認上との突合リファレンスで発見することもありますので、ぜひこれは新人だから分からないことも多いと思うんですけれども、ぜひ上司とコミュニケーションを取りながらですね、そういう誤りがないかというところまで細心の注意を払っていただきたいと思います。私もやっぱり別の動画でも話しましたけれども、一部上場というところの、まあ、いわゆるブランドですよね。そこにこう結構やっぱり先入観、職業的懐疑心をしっかり持たないと向こうも間違えることがあるんだなというところをまた再認識した事件でもありました。だから監査手続きの中の残高確認上は侮ってはダメですと、ここはしっかり、やはり差異がある場合には詰めて気を抜かずにやっていただければなと思いまして、本日の動画を撮りました。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは公認会計士を目指す方に向けて役立つ情報を配信していきたいと思っております。動画の内容が面白かった、役に立ったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter でも情報を発信していますので、ぜひこの ID で検索していただいて Twitter の方もご覧いただけると嬉しく思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。